じゃないの僕はいつでもいいですよ。僕も大丈夫です。あ、走りを巻いてみる。どんな、どうしましょう。いやもう任せるよ。あれ君は全然今日適当なんですけど。適当。はい、いただきます。違う いいじゃん、いいじゃん。違う、今日本当にたまたまマックさんにお話させてもらって、はい、一緒にご飯食べましょうということで、お特に今日は企画じゃないです。なんとなくゆるくご飯食べてきます。相当、てか初めて。そうですね、動画とかは初めて。多分差しの動画なんて初めてじゃない。で、普段もやっぱりみんな集まってる中でって感じが多いですもんね。2人でっていうのはなかなかないですよね。やっぱだって大食いメンバーだと、やっぱ俺なべちゃんとよく行動する、はいはい、共にすること多いし、あれくんは安藤くんと共にすることが多いから、多分これはかなりレア。だいぶレアですね。レア初です。そして僕はもう払拭したいです。マックス・ラスカル・不仲説もう払拭したい。じゃあそんな会議しましょう。そんな会議しましょう。はい、ぜひ。じゃあ早速、はい、今日ご用意いただいたのが浪江焼きそばですね。はい、そう、マックスさんの地元浪江の名物ですよね。僕のお父さんの地元の名物で、はい、まあ震災いろいろあってあれなんですけど、なんか一回 B1 グランプリ取られてるような商品で、はいはい、っていう感じの。ロシアンちゃんが一回動画にしてくれてたかましたね。ってな感じを食べながらちょっとゆっくりと。お、はい、早速もいただきたい。よし、はい、いただきます。いただきます。これ初めてなんですよね、この浪江焼きそば。これ何キロぐらいですか。これが3キロぐらい。3キロって言ってました。大将、これ何キロぐらいですか。ありがとうございます。3キロちょっとです。お、やった。そう、この湯気が大食いの人だから、こう3キロって言われて、おってそれだけしかない。大したリアクションできなくてすみません。十分多いけどね。うん、そうだよね。はい、俺なんか最近焼きそば食ったなと思ったら、焼きそば食べてましたね。これ2杯分以上とかですよね。これ2杯分以上だね。以上。今ディスったよ、ディスった、絶対ディスった今。僕大好きですから。だいぶお世話になってますから、僕なんか。そうだね。もう飲み会しようって言ってたから。そうです、そうです。ぜひぜひ。いただきます。麺が太い。うまい。どっちかっていうと、これ、うどんに近い、うどんっぽいですね、感覚だよね。もちもちで、焼きそばっぽくないですけど、僕普通のより好きかもしれないです。ほんと？はい、おー、嬉しい。でも親父の話聞くと、やっぱちっちゃい頃よく食べてたって言ってた。やっぱ地元のソウルフードって感じなんですね。肉ともやし。冒頭ちょこっと話しましたけど、何なんですかね、あの不仲説。でもどっから発生したのか分からん。いやでも、俺自分のさ、あのラスベガスの、ネイサンズの前夜のやつですか。そう、はいはいはい、では言ったんだけど、そのいろいろこう、その俺の中での葛藤ってやっぱあったんだよね。やっぱそれが表に出ててだったんじゃないかなって思う。確かに、多分一番聞きたいよね、このコラボで。うん、ね、そこちょっとね、話しとこう。でも、どう、普通に変な話、まあその、オフでも2人ってのは少ないですけど、普通に飲み会とかで行って、会って話して、普通にご飯食べてってやってるんですけど、でしかも、写真とか上がってるじゃないですか、うん、Twitter とかでもそれも。うん。なんでそれが継続的なんだろうなって。今でも、今でも書いてありますよ。仲悪いとかは言われたり、コメントとかでちょこっと来たりしますけどね、いまだに。マナドラやったのに。さあ、マナドラ復活させてっていう声も結構もらったり。ちょっと今いろいろ
いろいろ多分みんな状況が変わっていろいろ忙しいっていうのはあるかもしれないですね。個人個人みんな、それこそ僕なんか今仕事辞めてマックさんも大会とかあって、でドラムも事務所入って、で渡辺さんも普段から仕事とかあって、まあいろいろこっち、まあ東京じゃないですしね、住みも、なかなか4人って結構難しいですよね、あれスケジュール調整すごい難しいと思う。で、目標って何すか唐突ごめんね、ちょっと俺そういう話好きです。あ、いいでしょ、すごい聞きたいな。目標ですよ、目標自分の、あ、そう、目標、まず目標が聞きたい。なんか動画返して今いつもお世話になってるお店とかを知ってもらって、なんかみんなが行ってもらえるみたいな立場になれたらいいなと思って、ざっくばらんに言うと、まあ、お店見てあの料理うまそうって思ってもらって行きたいなとか、実際に行こうってなって、なんかそのお店に対しても、見てもらった人に対してもなんか喜んでもらえるようなことができたらいいなと思って。それってさ、そう思って今じゃあ行動してるわけじゃない、仕事もやめて、その、なんていうの、モチベーションってさ、どっから来るの？自分の日々のやる気というか、やっぱりそのコメントとかでも、まあ行きたいとか行ってきましたってもらえるのもすごくそれで嬉しいですし、あの僕動画とかでも同じお店結構行くんですよ、他のメニュー食べたりとかで、行った時に前お客さんでねってそういう動画を見てきたんだよって人が来てくれてねなんて話を聞いたら、もうそれはもうてんやわんやみたいな、もう嬉しくててんやわんや。僕はのモチベーションは一番そこですかね。それってなんかちょっとあれ裏方も入ってる感じ、その感覚的にその食べる側だけじゃない感じっていうか、そうだからその最近有塚さんとかいろんなお店とかでも新メニューみたいなのとかをちょっとなんかお話とかさせてもらってやって、うん、まあもちろん今日の江戸さんでもあの RSK みたいな新しいメニューとかも一緒にお話させてもらって、うん、なんかそういったことにもできたらいいなとはやっぱ思ってて。壮大だね、夢が。なんかそんな感じです。いやでもなんか俺なんで聞いたかっていうと、今その戦いの場にいるわけじゃない、はいはい、でそのほら今ちょっとデレトっていうかあの某番組が静かでしょ、はいはい、でさそういう機会がないじゃん、うん、でなんかこうちょっとそういう人がなんか正直やっぱ欲しいんだよね、そのわ、はいはい、かる、公的種というか、そうまあそう、はいはい、言ったらそうなんかねすごいね寂しいなんかいない、うん、知らない人とか。でも本当にあくまでなんか動画は動画なんでそういう活動ですけど、それこそそれまた大会とかなんか出てきたってなったらそれはそれで社会的にやりたいです。地方の大会とかっての興味ないですか？あ、それもちょっと最近昔からあって、仕事上あの僕週末休みじゃなかったんで今まで行けなかったんですけど、ちょっとやりたいです。うん、今でも僕動画カテゴリースポーツなんですよ。スポーツでやっぱりあくまでその大食いは競技としてやりたかったのがずっとあって、ただ今でも変わらないですよ。チャレンジとかも必死でやりますし、でさ例えばさ、じゃあ俺がさ神山さんとどっか行くってなったらさ、はい、じゃあさワンコ出ようよ、無料館やりたい、やりたい、11月のやりたい、やりたい、行こう、決定。俺はとりあえず絶対行くから。で神山さんはちょっと行くか行かないか分かんないんだけど、じゃあ僕も決定で、決定、はい、おお、面白くなるな。なんかそのままこういった普通に料理とかはもちろんそのなんか食べたくなってもらいたいなっていう映像は撮りたいんですけど、その競技としては競技としてで味となるじゃないですか、見てても。えってことはその気持ちの中にファイターの気持ちはあるってじゃあそれはそれ、これはこれでもちろんしっかり残っているので
げえ思うんだけど、どうやったらあの大食いチャレンジの時あんなに水使わないで飲み込めるんですか。教えてください本当に。で僕もあんまり容量ないですよ実は。今ってか昔からそうなんですけど、あんまり人よりも容量なくて、それこそこの前のあのドラゴくんのマグロ十何キロとか、あれもなんかすごい時間かけたらしいんですけど、5時間とか6時間とか。マグロ十何キロって何？13キロとか何か食べたみたいな。どういうことマグロ1匹丸ごと食べたっていうので、結局12、3キロ。そんなの動画あるんですか？あります。え？でも収録時間もやっぱり5時間とか、すごい長い時間かけて食べてる。個人で回したの？個人で。あんまり、でもそういうの僕無理で、多分。どっちかというと、あの1時間以上食べれないんで、僕。え、ちょっと待って。容量、あんのってもある？あります。え？あります。本当です、これ。ただ、多分その短期で食べるのは僕の方が早いんですよ。1時間ないし、30分とか。限界まで食べろって言われたら、多分あいつの方が食べれます。絶対に。本当、そうです。え？そうなの？そうです。それは知らない。だから、その、やっぱり時間制限とかルールによっては多分僕なんかに強い人いっぱいいますし。え、速さは？速さは断然僕の方が速い。まあ、もともと容量がないので、あんま水使わないようには心がけてて、昔からは。あ、そういう感じなんだ。え、荒井さんにとって、その、安藤君ってどういう存在なの？そのファイターとして見たのは。はい。正直、番組の時とかは、もちろんマックさんにもすごい感化されて、もともと、こう、やろうと思ったのがマックさんだったんで、もちろんそれはずっとあったんですけど、だからその実際大会になる前とか、あいつと一緒にずっといて、で、その前の世界予選とかも、あのカレーとかやってたり、卵かけご飯とか、あの時もあの容量、正直、今に比べたら全然だったじゃないですか、5キロぐらいでもう本当に苦しそうでみたいな。でもその伸び方を今年になっての伸び方を横でずっと見てて、絶対にこいつには負けたくないと思って、それが活力だったんですよ。うわーすげー、本当にいい仲間っていうか、敵で仲間でみたいな感じでずっとやってて、俺は絶対俺らで優勝優勝しようだっていう風に見えてた俺は。あでも荒井君の中でもそういう感じだったんだ。そうですね。まあ、でも多分それ安藤君も思ってる。思ってますね。出すには負けないみたいな。私お互いもその大会中すごい、多分これ興味あると思うんですよ皆さん、多分だけど俺はすごい興味ある。やってるさ、なんかもう励ましはあったんですよ、そのいけんだろうみたいな。だってさ、結構同じ部屋にいなかったの。確かにほぼ初日以外は全部同じ部屋、泊まってました僕の部屋。そうだよね、なんで同じ階なんだろうって思ってた。俺とあれか同じ回だったんだっけ、安藤くん違う回だったんだよね。全然違う回で、なのにこの二人は一緒に降りるんですよ。だから俺って思ってたけど、別にそこまで突っ込むね心に余裕もなかったし、なんかそういう感じはやっぱ選手だからないから、試合中はやっぱある程度の緊張感あるから聞かなかったっすけど、毎日泊まってましたよ僕の部屋に。え、それってさ、ストレスにはならない？どっちかっていうと、変な話よ、お互い何ですかね、すごい気になるその辺の。俺絶対無理だね、もう人がいるのは。意地でもあいつを決勝に投げたかったのもあって、意地でも決勝に投げたかったんですよ僕。あ、ってことは45分とかの勝負だと彼は実力を発揮しづらいと。そうなんです。でも分かってた。で、もうなんかどう、もう本当に切磋琢磨な感じでしたね。本当に普段終わって、試合終わってからも一緒にいて、
お前明日どうするのみたいな、どうする気なのとか、メンバーはこのメンバーだけど、まあ、この人はこれ得意じゃんみたいな、まあ、お互い好きだったんで昔から見ているので、その選手の特定じゃないけど、あの人はあれが得意だけどお前どうする気なのみたいな話をお互い話しながら、作戦会議じゃないですけど、リリアだね、そういう話はもう毎晩してて、で試合中もあのカメラ映ってない番組でなってないところとかやっぱみんな止まったりするじゃないですか、あの時もお互いいやまだいけんだよみたいなことをなんかもうけらすじゃないですか、もうそれぐらいの勢いで何てめえ止まってんだこの野郎みたいなことをお互い言い合って、こんなクソ精神で食うみたいなことやってて、そんな感じで、まあ、お互いがそれなんか励まし合うとかじゃなくて、もうその決勝の場で僕らその3人で戦うってことがもう正直初っぱなから決めてたんですよ。東京予選の3人のメンバーで決勝に立ってたんで、すごいマジで絶対に言ってて、それはもう国内の時から言ってて、一度も負けんなよってお互い言い合ってて、なんとか叶えられた感じなんですけど、今度具体的に聞いていい？はいはい、最終予選の、はい、檜山先生が負けた時あったじゃん、はいはい、あれの時って何考えながらされてたんですか？あの時は正直この動画結構伸びるんじゃないですか？あの時は正直な話、マックスさんビームだったじゃないですか、うん、でまあドラムもビーグだったじゃん、くじ引きで終わった瞬間から聞いた、一応分かれた、僕個人としてはなんか僕自身のあのどれだけ食べれる、あいつどれだけ食べれるのかっていうのを皆さん知らない状態だったので、マックスさんの牽制のために全力で飛ばしたのと、あとそのドラムのためにもあのあんまり舐めてかかるんじゃないぞみたいな意味合いで、もう順位抜かしは関係なくとりあえず全力でやろうと思って、今のじゃあ正直ってことはここは見てなかったってこと、正直いや2人しか見てなかった、マックスさんとドラしか見てなくて、ね、あっさあちょっとこれこんなでかいんですか、あれこれ頼まれた男に唐揚げ入りきる、入りきります、入りきる、こんな感じできましたけど、これの方は大丈夫だよ、僕も全然大丈夫ですよ、じゃあこんな感じで大丈夫か、こんな感じで、はい、で今ちょっと熱い話ちょっとしてたからちょっと今の話ちょっと聞きたいんだけど、その本当に、まあ、正直その、まあ、その横浜の予選の時から食問の時から本当に一番自分で悔しかったのが、僕最後、まあ、追いつけなかったじゃないですか、マックスさんに。だって俺とアレクの差なんて2皿ぐらい、ぐらいでしたね。で、正直ちょっと心折れちゃったんですよ、残り時間とあれを考えたときに、残り5分のときに確か5セールか6セールぐらい差があって、でもうその時1セール1分以上かかってたんです僕 2分ぐらい確かで、もう物理的にちょっと正直無理だってその瞬間思った時があって、でリアルだね思って、でイカの MC でちょっと空気が一回ふざけたじゃないですか、でうわ無理だろみたいになって、で僕も正直ちょっと心折れたんで乗っかっちゃった部分あったんですけど、もうやべえみたいな感じになってて、でもその後に大丈夫そんなぶっかけてぶっちゃけ、でもその後にあのドラとかから聞いたんですけど、その姿を見てマックさん怒ってたんですよ、ふざけてんじゃねえぞみたいな、気抜いてんじゃねえみたいなっていうのを聞いて、いやちょっともっと気を引き締めないとなって正直思ったのがあって、でその最終予選、国内最終予選があって、もう何が何でもここではちょっともう手緩めないと思って、で、A 組は全力でもう周回遅れで何でもいいから
やってやると思って全力で飛ばしました、あれは。あ、ってことはもう敵はもう最初から決勝の3人の敵はそれしかなかったんだ。それしかなかったですね。え、その今だから言える範囲でいいんだけど、はい、まあ、自分以外の、まあね、俺とじゃあ本堂君はそういうふうに見たとして、はい、他の選手はどうですか。他の選手は多分話す内容って使えるか使えないか分かんないけども、ちょっと聞きたい。もちろんあのそれまでずっと僕テレビ見てて、正直に正直に正直に僕たちは強いっての分かってましたけど、いや、綺麗なし、マックさんもドラに対しても負けるつもりではいなかったので、全員に対して絶対こいつらには負けないよって思ってました、ずっと自信を持ってきた。誰に対してもそこで負けん気持ってったら勝てるもん勝てないと思うので、だから本当に、まあ、見てたのは2人でしたけど、誰もがこの好敵手じゃないですけど、そういうような感じで僕は言ってましたね。食べる前って何考えてる？食材発表が終わった後から食べ始めまでの間。僕は食材発表あってからはもう純粋に食べ方頭の中で考えて、でも何分ぐらいまでは全力で食えるからこれだけ水は控えて、でもこっから超えてくると辛くなってくるから少し水を取ってきてとか、あと温度とか大事なんとなく考えながら水どんだけ取ろうかなとか、そんなのを考えながらやるんですよね。すごい、あのやっぱ強いよ、自分を知ってるからできるんですよ、そういうことは。マックさんどんな感じなんですか、試合までとか。それこそ去年の大会なんかはどんな心意気で2人をどう見てるのか。このラスベガスのさ、うん、配信の時にいろいろ結構ぶち上げたこと言ったんだけど、はいはい、まず予選に関しては正直言うと荒井君に俺は越してほしかった、うん、なんでかっていうと荒井君がそれを越すと荒井君がお料理強いってことになってるじゃん。ってなったらもっとその強さで俺が強くなれると思ったの、これは。だから越してほしかった、これ本音で。じゃあ、いろいろ終わってじゃあ本戦になりましたと。で A 組 B 組の時は別に何とも思わなかったけど、まずその A 組終わって初め思ったのは、はい、俺は正直先生さ結構腹ねっくり出てたじゃん、はいはい、から、負けたってなっても、いやこれは負けて当然なんだって正直思った、うん、体作ってきてねえなって正直思ったから、はいはいはい、悲しかったし彼をね、に勝たないとさこうリベンジにならない2016年、はいはい、っていうのあったけど、でもこれじゃ負けて当然だよなって思ったっていうのは正直で、実際自分の試合 B 組の方に関してはなんだろうな、なんで A 組とこんな違うんだろうなって思ったなと結構真面目に腹だったわね美味しい美味しくないとかじゃなくて、なんでこんな違うんだろうって差がつくっていうのはまあ思った、まあね、それはあれだけど安藤君強いと思ったから。でも一貫して言えるのは自分のペースを絶対に乱さないっていうのは心に決めてたし、食べ始める前に何考えるかって言ったら、食材の分かっているものに関しては、じゃ自分がじゃあ10キロ、11キロの胃袋を持ってます。じゃあ時間がじゃあ今回30分ですってなったら、時間内でどうやったらいっぱいにできるかなってことしか考えない。って感じかな、読み方的には。正直決勝の時ちょっと泣きそうになりましたもん。ん？絶対にマックさんのペース食材だと勝てないと思って。絶対容量とか、僕1時間って調整しても弱いんで。あ、じゃあそれちょっと話そうよ、その話。決勝前夜から話そうよ、じゃあ。前夜からで。うん。じゃあ、僕正直、
まあ、正直なところなんですけど、容量とか時間的なことを考えたときに、僕もドラもマックスさんに 100% 勝てないと思ったんですよ。絶対に勝てないって思ってて、でその中でどうやって勝てるかなって思った時に、やっぱりずっとマックスさんそのペース維持で狂わないで、過去を見ても狂った時にすごく弱い、うん、っていう傾向があったので、もうどうにかしてその自分のペースで食べてるのを崩さないと勝てないと思って、僕なんかは本当にスピードスターターじゃないですけど、本当にもう最初の10分がミソなんで、武器としてはどれだけ話せるか、はい、が武器だったので、試合の時みたいに序盤でとりあえずもう詰まるところまで、一回ここで詰まるところまでは全力で飛ばそうって思って、でもあとは結局長期戦なんで、詰まっても伸ばす時間があるからお腹を、だからもうそこはもうフルに目いっぱい使って、飛ばせるタイミングまではもう全力で飛ばそうっていう感じで、バーっていったんですね最初。正直その最後まで自分のペースで食えるように僕がやったら一瞬でまくられると思って、それであんな感じの作戦というか流れで食べたんですけど、あの飛ばし方エグかったね3皿半ぐらい食べたよ。一杯目とか二郎系ラーメン1分とかってやってありえないありえない、結構エグいですよねあれ、ありえないありえない、でも正直そのナレーションだとその3杯差つけたらなかなか勝てないんだけど、でも僕3杯で負けるって思ってたんですずっと、4杯までいかないと負けるって思ってて、時間的にそのまくり方とか考えて、ここまで細かくしあれだったんだ、想定できてたんだ、すげえな、よし、あ、うん、おはようございます、おはようございます、おいしい、おいしい、めちゃめちゃおいしいです、やばいっすね、麺もっちり、なんかあったかいのしありますね、うん、具は意外とシンプル、うん、豚肉ともやし、はい、シンプルな感じで美味しいですね、これ唐辛子合いました、そうなんですね、うん、これが波江流です、うん、波江流美味しいですね、うん、何の話なんて、結晶なるほど、戦い方みたいな、あれだ、回数だ回数、差つけられたらとか、俺はね、もう本当にまさに言った通りで自分のペースを崩さない、はいはい、しかしその高田のマブの表裏でさ、ずっとトレーニングさせてもらってて、うん、で、決勝の前とかもそういうトレーニングしたんだけど、はいはい、あれ、ラーメンとかトレーニングした、あ、しました、しました、どうやったって教えて、俺も言うから、もう純粋に俺から言おうか、あ、いいで、僕から言う、純粋に同じ形式で60分で出来立てのものを順次作ってもらって、で決勝多分出来立てじゃなかったり出来立てだったりっていうのはあると思うんで、一番辛い状況で出来立てにしてもらったんですよ、暑くて食べにくい状況でっていうのを志願してもらって、そう、有塚さんで、おー、え、麺の量1人前で、麺の量は並量で、味何だったの、味は、芳醇ですね、で、まるまる同じ形式で1時間の食で、何杯だったの、何杯だったの、31って言ったの、えぇ、ー、嘘20何とかですけども、覚えてない。なんかすごい。これはね、距離。うん。
距離の兄貴のところところで何回も同じラーメンでやるんだけど、はいはい、最終的にはできたラーメンをレンチンしてやった。あなるほど。そもそもまず器が持てないっていう、熱すぎてでやってたから、俺正直言うと大会より練習の方がよっぽど辛かったやってて思った。それは全部当たって気づいてきたので、しかもさ、今までのラーメンやってて、あれ決勝さ、もやしと太めの麺じゃん、はいはい、練習と超似てたのよ。これ練習のまんまだなと思って、それも結構援護射撃にやったのが正直ある。うんかな。今のもやしエグかったですねなかなかエグいね。なかなかエグかった。うん、安藤くんとかって練習してたしたのかね、ラーメン。もうそういう時一緒にやってましたね。横で一緒にその配数はやってた。最初からその気だったんだ。もうそのつもりで。え、それ映像残してるの？映像残してない。あ、一緒、俺も一緒。残したら、あの、秘密バレると思ったし、はい、あと、変な気が入ると思ったし、うん、正直、なんか勉強用に撮っとこうかなと思ったんですけど、なんか変に見て、変に作ったら嫌だなと思って全部消して、いろいろあるんだな。あれ、甘味どころで谷が負けたのどう思った？あ、正直俺はえって思って、正直僕もでここでっていうのは思いました。そこだよね。てかあれよくあんなに飛ばせたね、甘味で。本当、一番戦ってる中で一番あの体調悪くするっていう、本当に気持ち悪い本当に気持ち悪いと思って。俺ら一番楽だ。本当ですか？一番楽だ。いやもう僕もあんまり甘いのを大量に食べるっていうのは得意じゃなくて、4キロ、あんまりスイープラなんか行ったら僕20分止まりますからねもういいや、もう一皿食べてもう、うん、あとポップコーンこうつまんでるみたいな。へえー、めちゃくちゃ意外だな。でもまあ好きなんですけど、デカ盛りとかでも行ったことあって、でもやっぱ4キロとか食べるともうちょっとうわって感じですね。なんかさ、うん、こうやって会ったりしてもさ、結構こういうことってよっぽどの機会がないと話したりしないじゃん。ないですね。だから俺めちゃくちゃ嬉しい。あとね、タギにもね、こういう話したいんだよな。あーすげえ思う。え、タギと動画撮ったりしなかったの、この前行ったの？あ、撮りましたよ、この前。おっ、トークバッチリ。それもぶっちゃけトーク系の、完全にビール飲みながら。え、どういう系のぶっちゃけ？あの、触りっていうか、あれ、確信がつかなくて、触りだけ。今話したらどう、あの、大会の話とかもそうですし、まあ、普通の普段、私生活どんなんなのっていうような話とか。私生活どんなの？いや、もう、他人なんか、なんかあんまり謎のベールじゃないですか、普段。もう編集作業してるぐらいのイメージしかないじゃないですか。あいつは、そして、自ら謎にするよ、ね、します。してるよね。でもなべちゃんとかも同じこと思ってると思う。そこを暴いてやろうと思って、もうだいぶビール飲ませて。本当は結構ポロ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 出てますよ。それいつ公開予定ですか？楽しみに。近々、しかもあの、その時谷と、はじみなと僕谷撮ったんで、谷がどれだけ動画を隠蔽しても、僕らが出しますから。楽しみ楽しみ、なんか要チェックですよ。超楽しみ、うん、これはもう、うん、あれがやっぱり選手の皆さんでそうやって話すのってあんまり機会ないですよね。ぶっちゃけトークっていうか、うん、ないと思うよ。どうなんだろう、これ例えばライブとかさ、まあ今回あれだけど、今後ライブとかやったらまた面白いのかな。面白そうですよね。いや、だから相当攻撃的な
分飛んでくると思うんだ。あの、いろいろ叩かないでくださいって前提で。また、はい、帰ってきましょう。これ、このペースで食べきれますか？余裕ですか？頑張ります。うまい。まだ唐揚げ半分超えてないですよ。俺も半分食ったよ。しゃあ、この後なんかデカ盛り食べるとかなんとかいかがでしょうね。あれくんの RSK を食べようかと思ってたんだけど、これ 100% 無理だね、これ、ね。うん、これ先に行った方がいいわ、これやばい。それこそゆっくり食べてると、その動画の時みたいに食べれないですよね。無理無理、全然無理無理、絶対無理。一回それこそマナドラの時も、江戸さん食べた時、4キロの丼で、もうマックさんもあれ、事故った。話しながら食べると全然食べれないですよね。無理だよ。うん、競技としてっていうのはなんか増えるといいですね。でもみんなのその大食いファンってみんなそれが見たいとかありますよね、きっと。やっぱりそうですよ。毎年こうこたつの中でビールの前から僕見てたんですけど、世界戦とかなんか本当にっていうかさ、悔しくない？そのなかったじゃないですか。それが一番、そのなんでその3人で決勝っていうのが、男組はそこで攻めたかったんです、世界戦の時に。もし今年あったら、今年が去年か、その3人と女性でどうしても締めたくてっていう、ちょっと望みというか希望というかのがあって、いや俺ね、すげえ思うんだ、このね、この今ないじゃん、すげえ会社だなって。なんかよく言われるんだよ、そのこうやって言うと、え、だっていや、あなたが一番悔しいんじゃないのみたいな、はい、でリベンジできて代表も決まってみたいな、はい、これは、まあ、もうアメリカの方の契約も死んじゃったし、うん、その日本のあれだからあれだけど、これからの人が原井君とか山田君とか、これからの人がそれ活躍できる場がさ、うん、今テレテレパーとかでも元気なくなっちゃってるから、はいはい、かわいそうだね、すごい思うって言うんだけど、だから悔しいでしょ、実際。悔しいです、めちゃめちゃ悔しいです。あれ声かかんないのとか思いますね、やっぱり。そう、なんだろうな、うん、ていうかね、なおかつ国内でこうやって強い人と僕と初めて戦えて、いろんな人とよりそう思っちゃったんですよ。じゃあ世界の人とも戦ってみたいとか、強い人とやってみたいっていうのがやっぱ願望が出てきて、やっぱより悔しいというか。あれだと本当世界中向けだよね、安藤君。どっちかってそうですね。見たかったな。一回出ちゃえばそのボブとかさ、例えばすごく森とかさ、繋がれるじゃん。進行もできるし。ツイッター見てていいなって思ってマックさんが。そうなんだよな。僕とかはね、
Facebook とかでまたお前戦いたいけど、はい、日本で大会今度いつやるのかメッセージくれるんだよ。あだけど俺何も分かんないし言えないから、はい、そうだよねとしか書いてないんだけど、うん、はい、いつかは行けたらって感じですけど、こっちで出向けるん、こっちに出向いてもらう企画ができないんだったら別に僕らが出向けばいいかなと思っていて、それこそ別にマックさんみたいに今自身で向こうの土俵に行って戦えるものを自分で作ってるわけじゃないですか。本当に別に戦いたいだったらそれでいいのかな、その場がどっかにあるんだったら僕が行けばいいしと思ってて今、だから、なんか、そうですね、なんか正直その、マックさんの予選見て、姉さんの、僕もすごい感化された部分もあったりとか、まあ、LINE とかでも話してたんですけど、来年はみたいな、ちょっと話もしてた、したじゃないですか。で、そういう気持ちはやっぱ本当にあります、やっぱり。一番嬉しいかもしれない、そういう人がいるっていうの、いやーたまらんな。あくまで僕は大食い好きなんで、その土俵に上がれるんだったら僕も上がりたいです。それはそれとしてやっぱり、いやーいろいろな思いがいろいろな熱い思いと熱いトークでお腹がいっぱいになっちゃいました。なるほど。なんでここロスパックって言ったような思ってたやつやろ。おぉ。マックさんでも何半分言ってないですよ、まだ多分。嘘だ、言ってるよ。言ってます半分言ってるよ。これ幻だから。幻だ。うん。早く帰って編集したいです。めっちゃ楽しい。見てもらいたい。そんなにいい話が。いや、結構ガチそう。ガチな話しました。結構多分、正直取れたか十分なぐらいの話だと思う。もう、だいぶ十分ですよね。ここから先別に使わなくてもいいと思う。それぐらいのレベル。そんなに違う。それに多分、正直思うのは、こことここがトークってなった時、多分一番聞きたい部分だったと思います。みんなが。当人同士が感じてるぐらいだから、もっと感じると思いますよ、見てる方は。なるほど。そうか、でも、こうやって食べてること自体が、もうめちゃくちゃ珍しい。初めて。初めて。今回、新井くんがこういうね、オファーしてくれなかったら、実現しなかった。今、ちょっと構想的には、もう、無言の部分だけカットして、あとフルで流したい。まあ、いいんじゃない。いいですか、これ。俺は大丈夫だよ。なんか、見てて、二人ともすごい生き生きしてる。たまですもん。そんなこんなで、ちょっとなんかいっぱい。おい俺結構今唐揚げ頑張ってるぞ結構俺唐揚げ頑張って食ってるぞ次期エースだよ、あんたこれからも大きな所長さん、あなたなんだから。だからこの胸がいっぱいです。ちょっと頑張りましょう。おじさん頑張ります。大丈夫です。僕も頑張ります。本当？大丈夫ですよ、まだ。本当？あんまりこうみんなの胸の内って聞く機会ないじゃないですか。ないない。いろんな人とこういう会話やりたいんですよね。次はナベちゃんとか。あ、うん。すげえ。ラスカルの部屋。ラスカルの部屋。第1弾は、タニアン。タニアン、カジママ。第2弾、俺。恋愛事情。恋愛事情。一瞬目つきが変わりましたよ、アライ君。ん？今フリーですよ。うお！
マフリーひたすら飲み歩いてます。タイプってどういう人？タイプはこの前はその福岡の時にちょっといろいろ話したんですけど、僕を怒れる人、叱れる人っていうのは、ね、しっかりしてるってこと？しっかりしてるってよりかは、まあ僕だいぶ我が強いんですよ正直。普段とか例えばなんかこうやりたいと思ったらそれをやりたい、絶対にやるし、なんかまあ言い出したら聞かないみたいなところはちょっと正直、うん、自分でも癖強いなって思う時あるんですけど、うんうん、でその時になんかいいよいいよじゃなくて、まあ、ちゃんと間違ってれば怒ってくれる人って言うんですかね。ってことは自分ではわからないけどちょっと違った方向に行ってる時があるで、それを怒ってくれる人、まあ、僕会ったやつとしても向こうも意見があるんだったらそれを言ってくれる人とか、あれくんのガに負けない人か。そうですね、今までは。え、なんで笑ってんの？いや、なんかごめん、なんか分かんないよ、そんな。ちょっとごめんなさい、本当に。いや、なんかほら、ポンポンポンって なんか分かんないな。今まではやっぱどうですかね、やっぱすごくみんな優しいので、あ、まあいいよいいよって方が多いかもしれないですね。なんかそういうことか。言われたいみたいな感じなの？言われたいというか、それだけ我が強いんで、多分不満を持たれるのはもう分かってるんですよ、相手が。絶対に持つとは思うんですよ。僕も同じのがいたら嫌なんで。この我に対して嫌だなとか違うなって思うこと絶対あると思うんですけど、あんまそれを食べてほしくなくて、だからこそ言ってもらえるっていうんですかね。ああ、なんか広い意味で対等でいたいんですよね。ざっくり言って気の強い子だね。気の強い子の方が。ないでしょ。はい。まあ、多分僕も折れないで多分喧嘩にはなりますけど。ああ。でそれでいいな、いいのかなと思います。なめ焼きそばね、美味しいからやっぱ胸がいっぱいになっちゃうんですよ。量的にはそんなじゃないですね。やっぱこの愛が強いとね、気持ちも。そうなんです、本当に。でもさっき電話で話させてもらったんですけど、あ、とってもいい方ですね。あ、うん、花見さんね。1時間半ぐらい回します。1時間以上回します。1時間8分お腹いっぱいになりますって。なるな、だいぶね。え？だいぶお腹いっぱいになった。いやー、やっぱ長時間ってのは別物だね。うん、女性とかこう長く食べれる人多いじゃないですか。うん、あれすごくない？無い無い無いですよね。ああ、無い無い。こう大食いの人たちから飲みに行く。え？なに？なに？何チャレンジメニューしてきました。そうそうそう。
大丈夫。だいぶ膨らんでる上ですね。うん、え、大食いの女性がこうみんなで飲みに行ったりするとそれこそ2時間3時間飲んでても最後までなんかつまんでますよね絶対。俺ねあれ無理なんだよ。無理ですよね。てかさ、そもそも酒入ると大食いできなくない？俺無理。僕なんか飲むのがビールばっかりなんで余計にきついですね。普段水分取んないじゃないですか食べるとき。お酒は好き。お酒は好きです。結構飲む人あんまり強くないですけどね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。何で知ってますか？マックさん、ん？あんまりお酒は強くないですよね。全然。超弱い。ライブ配信とかやっても、一杯目でも顔真っ赤になってしまいますよね。顔真っ赤になって、そうでさ。高校ぐらいの時から熊結構すごいのよ。はいはいはい。でもひどい時は熊がバーって出ちゃうんだけど、うん、俺の中でデフォなのにやってるってみたいな。あれやってっしょみたいな。やってないんすよ本当に。本当やってないんだよな。でも誤解されるんだよな、やってるってって。まったら疲れてる時のクマやばいっすよね。本当に疲れてる時やばいっすよ。やばいすごいんだよこれ。ここうわーって。でも俺も思う時ある。あ、なんかやってそうだなって。なんかね編集とかしてると。でもね本当やってないですマジで。本当に。すみません本当に。食べ物の話とかを人から聞くのが好きで。みんな味覚とか。趣味って違うじゃないですか、うん、でみんなの美味しいを知りたくて、あの人はどう感じてそれを食べるんだろうとか、どこが美味しいって感じてんだろうみたいなのを聞くのがすごく楽しくて。あ、食べるのも好きだし見るのも好き。好きですね。なんか僕と違う観点から見れる美味しさってなんかすごく楽しくて、うん自分じゃ感じえなかった、知りえなかったところをこの人は感じてほしいって思うんだなとか。どうしました？あれ？もうお腹いっぱい。いや。あ。タイの決勝の時ちょうど新井君俺の左にいたから。あ、俺ちょっとやめて。大丈夫か。じゃあちょっとこの唐揚げを。おほーどうおっちゃっくり本当に詰まってるのね。詰まってます。マックスさんが最近気になってるチャレンジでが盛りあるんですか？行きたい、食べたいって。ごめん。あるよ、安藤くんがやったチョッペ。いずれはちょっと挑みたいな。でもモッツはものすごい美味しいって言ってました。彼は絶賛してました。ただ量って言ってました。11キロとか言ってましたね、あの時は。
でもあれ大会前だったじゃないですか、あいつさんみんなちょっと震えましたよね。11ってちょっと震えましたよね。普通に無理だろそもそも。お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。パンパンです。パンパンです。どうでしたか、なめ焼きそば。なめ焼きそばは美味しかったです。お、よかった。もっちもちですね。でもよかったよかった。普通の焼きそばより好きです、僕は。本当に、はい、おお、そう思ってもらえると嬉しいです。あのちょっと来月、今月か、今月の末頃にちょっとあの福島の方行く予定があるので、お、現地でちょっと食べてみたいなと思います。おお、でもまあさすがに現地にこんなにデカ盛りはないと思うんで、普通の量のやつになると思うんですけど、取ってもちょっと食べてくるかなと思ってるんで。いや、ありがとうございます。いや、ただお腹いっぱいでございます。今日はね、あの今日そう、あの最後になっちゃうんですけどね、新井くんがこういうのどうですかっていうお話をね、こうしてくれて、こういう会が実現してこうなったんですけど、そういうのがなかったらこういう機会もなかったんで、本当感謝します。いやいや、こちらでます。ちょっと当社の想定量がやっぱり本当にいい感じでね。いい感じです。はい、またちょっとこんな機会があればぜひぜひ、なんかあとみんなでもこういうの撮りたいですね、2人だけではなくて。お、いいじゃないですか。いい、あのお酒飲みながら。え、大丈夫、俺またなんかああ、まあ、ピーだね。ピーならないから大丈夫かな。多分そんな感じでみんなでゆっくりご飯だけじゃなくて、なんかいろいろ話しながらとかできたらいい。お、これもしね、はい、よかったらあのお互いのコメント欄どちらの方でもいいので、うん、あのこんなことを話してよとか欲しいですね。ね、もしあればぜひぜひ。また生配信できるかもしれないです。そしたら、うん、でも次回はちょっとあの江戸さん強い Wi-Fi があるんで、生配信で生配信やらせてもらってもいいですか。あ、もちろんです。おい、そんな感じでまた企画できればと思いますんで、お願いします。で最後にご視聴様だけで締めて、はい、はい、今もう一回食べちゃってないですか。え、今から生配信それ今あのガチで締めてる時に食べちゃえばいいじゃないですか。もう一回食べちゃう。これがね、エゾクオリティですから、皆さん気をつけてくださいよ、本当に気をつけてください。もういつもお腹いっぱいですから、帰る時にはそう、お腹がパンパンです。いや、でも今日もご視聴でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたそんな感じで皆さんもコメント欄いただければと思いますので、どしどしいただければ幸いです。じゃあね、バイバーイ。一緒で最後の